こんばんは。即下塾の久保です。FX の相場解説、朝昼のね、続きですよ。19時4分になりました。もうワントラインできればなっていう言葉と、あと105円の方向に向かっていくっていうこと。この2つで、えー、今日はね、相場解説を締めようと思います。今見ていただいているのはデイリーですけども、もうお分かりですけども、この N の形できましたね、ここに。ズバッと。で、N の形ができる前に私が申し上げていたのは、 この方がね、もう壊れたよってことなんですよ。このね、フォーメーション、トレンドラインが壊れて、上の方に突き抜けてきたんで、あと105円の方向に向かうだけじゃないのってことだったんですよね。ただ、このゾーンを超えるかどうか、ちょっと本日中には自信がなかったですね。来週になるかなとも思ったんですけど、もしくは、週明けに窓を開けて、月曜日の朝に大きく上にブレイクしてこ105円に突入しているところを見るかなと思ったんですけどね。で、4時間を見てみますと、こうですね、ここが、 やっっぱりゾーンになってましたね抵抗体にここを超えたら大きく上にっていう形だったです4時間の動きっていうのはこういう風になっているってとこですねあともう一つこういう風に線を引きましたねこういう風にこういう風に線を引いてこういう風にいくよっていう風なことをお話したと思いますねピタッとピタッといくでしょ はい。で、1時間ですけども、1時間は、これ覚えてます同じような双子があるでしょうん。で、ここを越えて、まずは、ズバーッと上に抜けたと。で、これは1発目と取りましたよね。その後、レンジに入って、で、これが今週中だから来週に上に行くよっていうの今朝お話ししました。ちょうどこっちと同じような感じなんですよってお話ししましたよね。下から入ってきて、これも何回も見ましたよね。 横にぐーっと動いてねでまたここに上がるとで我々が取るのはここですからねいつもここボックスからボックスへ動く時のこの上昇したトレンドラインを取っていくんですよだから今もこれです今これリアルタイムでこれも取んないとねということで本日そして今週終わりですお疲れ様でした結構取れましたね今週はねうん だからあのセルが終わって倍に行くんじゃないかなっていうふうに私が予告を出したところからスタートして105円の方向に向かうっていうふうに早めに申し上げたでしょで今105円にはなってないですけども104円の81881885もう105円ですよおそらくこれはもうほぼでこういうふうに読めていかないとダメだよってこととそのためには FX の基礎講座をきちんとやることとそれからあのー、もうちょっと力つけたいことはね fx の中級編が始まりますから。はい、これは、あとエリオット波動とフォーメーション分析と、あとは実践をガシ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 やりますんでね。よろしくお願いします。では本日は以上です。